新型コロナの影響で3年ぶりに行われた高校バレー新人戦。男子の決勝は聖霊クリストファーと聖聖が対戦しました。第1セット序盤から流れをつかんだのは聖霊でした。18歳以下日本代表小野俊太を中心に7連続ポイントで勢いに乗ると、さらに小野のバックアタック、目の覚めるような強打を見せ一気に第1セットを奪えば、第2セットも小野が止まりません。立ち上がりの連続ポイントに圧巻はこのプレー、リバウンドからブロックアウト、巧みなプレーで相手を翻弄します。対する聖聖も持ち前のコンビバレーで対抗しますが、最後まで流れを渡さなかった聖霊。エース小野の23得点を挙げる活躍もあり、ストレート勝ちで新人戦の頂点に立ちました。静岡県っていうのはそのあまり強くないみたいな感じで見られてしまったりしているので、やっぱり自分たちの代でそこをしっかり覆して、静岡県が日本一になれるように、自分たちが静岡県を引っ張っていけるような高校になりたいです。一方、春高10連覇中の富士見と三島南が対戦した女子決勝。三島南はキャプテン渡辺が21得点、さらに鈴木が24得点と両エースを中心に攻撃を展開します。それでも全員バレーで立ち向かった富士見がフルセットの激闘を制し、大会連覇達成です。